貴様ら融合適合者か。あの格好のスコピアムが話してるの初めてだね。ここは話を合わせた方が良いだろうな。ああそうだ、俺たちは融合するためにここに来た。プラントが騒がしいようだが何かあったのか。パラピアムのプラントは我々総統派が占拠した。融合したいのなら総統派への標準が絶対条件だ。そうか、でもそれって融合前の俺たちがそう言って分かってもらえるものか。余計なことは考えるな。総統派に標準するのか否か答えろ。ありえない。スコピアムと有機生命体の融合条件はただ一つ、有機生命体側の融合意志のみのはず。貴様デュマか。人間の言葉がわかるくせにとことん融通聞かないな。総統に逆らう者は排除する。避けて通れないぞ。グランメール直伝。もう大丈夫だよ。耐えてみな。私たちが侵入者であることは共有されてしまっただろう。とりあえずこの施設に悪さしてる奴らを手当たり次第ぶちのめしながら進めばいいんだな。そういうことだ。だが進行には認証が必要な箇所。認証レベルが足りないようだな。先に認証を済ませよう。ここは最高位の認証が必要なようだ。今の我々では通れない。認証レベルが足りないようだな。先に認証を済ませよう。警告、エネルギー残量が。耐えてみな。行くぞ。シャット。次は構成反応。活動停止。ラッキー。目ざといな。ラッキー。終わった。戦闘に備えてください。先に進みましょう。ラッキー。どう？ラッキー。ここも敵に占領されている。とにかく先を急ぐぞ。ちょ
不能だ。警告、エネルギー残量不足。グランネード熟練。怪我はないか。ラッキー。ラッキー効果クラッキングを開始。自動停止。効果。これで通れなかったところが通れるようになったってことか？そのようだ。一度一階ロビーに戻ろう。ラッキー前方に敵がいるわ。了解。欲しいな。認証レベルが足りないようだな。先に認証を済ませよう。クラッキングを開始。いけるぞ。
と発動せし。やるしかなさそうです。自ら完了せよ。これでまた別のところが通れるようになったということか。構成反応活動停止。ここにもウジャウジャいるぜ。どこだ。一掃しちまえばいいんだろう。素早くやるぞ。まっ、耐えてみな。クラッキングを開始。警告、エネルギー残量不足、構成反応終わったな。活動停止。前方に構成反応を検知。警告、エネルギー残量を見つけた。何が出ませんか。出力。ふぅ、巻いたか。警告、エネルギー残量不足。出力。
力低下。耐えてみな。ニーナさんは援護をお願いします。それでや、それサガトロ、待って。そういう戦闘準備、そうです。仕掛けてみる。油断するな。終わったな。冷静なあの巨大の視界を翻弄する。戦闘に備えてください。消える。発動停止。よし、飛ばして。やれる。冷静なあの巨大の視界を翻弄する。耐えてみな。皆さんのおかげです。やあ、出力と警告、エネルギー残量消せないようだな。先に認証を済ませよう。ラッキー、クラッキングを開始する。構成範囲発動停止。押し込め。コンテナの発動を耐えてみな。ちょっと気持ちいい。コンテナやれる。耐えてみな。押し込め。
これは融合処理施設だ。彼らは今まさにスコピアムと融合している最中なのだ。まさかこの人たちも相当派に。スコピアムの理念が生きているのなら、相当派に組みするか否かは個体ごとの意思が決めるはずだ。だからこそ融合中の彼らは味方であるとも敵であるとも断定は不可能だ。それにしてもすごい規模だな。ここは融合プラントの中では特別だったりするのか、それともどこもこんなものなのか。ここは数あるプラントの中でも最も大きな電脳融合機能を有するプラントの一つだ。電脳融合？なんだそのゾッとしない言葉は。私のような通常の融合は有機生命体の承諾こそ必要だが、融合の主体は機械生命体である。有機生命体が従属的に融合するという現象だ。スコピアムとの融合が侵略と捉えられる原因の多くはここにある。そして有機生命体とスコピアムとの2つの意志が共存状態にある。機械生命体と有機生命体が気質的に融合し、その肉体に己の主観を依存する。そして己を、己たらしめている脳の電気信号を直接的にネットワークと接続できる。一方でスコピアマイズにおいては有機生命体側が主となり、主観を肉体に依存しない。主観を肉体に依存しない、それは例えば私がネットワーク空間にダイブし、ハッキング先のコンピューターで自我プログラムを具現化できることと同じようなことですか？似て非なる事象だ。その場合も君を君たらしめている主観的データは物理世界にある限定された本体に紐付けられているだろう。スコピアマイズしたものの主観はスコピアムネットワークの中に存在し、主観と自我を保ちながらネットワーク全体と接続し同化している。物理的な肉体を必要とするのは現実世界に物理的影響を及ぼす時のみであり、その様態ゆえにスコピアマイズはネットワークに新たな進化を促すのだ。その場合、有機生命体側の完全な電脳化処理が必要なのではありませんか？懸念はない。 JJ のような通常の融合であってもネットワークと接続できる時点である程度の電脳化処理が施されていると言って良い状態だ。スコピアマイズを行うには基本的には通常融合を果たしている必要があるため、そこから完全に電脳化する処理を施せば手続きとしては大きなストレスを伴うものではない。なんかもう全然話についてけないんだけど、電脳化って結局何なの？なんて言えばいいのか。簡単に言えば頭の中身を機械化して元々あった魂をそこに複製する。この先が最深部だ。私も何があるかわからない。やあマリエル君、きっと来ると思っていたよ。スコピアム融合体の適正反応を検知。あの男は融合済みのようだ。迂闊に近づくな。そんな、いつからなんですか？艦長がスコピアムと融合したのは。忘れもしない15年前のことだ。そんなに前から？短いようで長い時間だったよ。今日このパラピアムで起こったことはスコピアムと銀河連邦の運命を大きく変えることだろう。何があったっていうのよ。大勢の人をただ傷つけただけじゃない。
未開惑星の小娘に理解できる話ではない。が一つだけ教えてやろう。今日我らの総統は大いなる力をその手に収めた。スコピアムの歴史すら塗り替える力だ。その手伝いをできたことは私の生涯の誇りだ。連邦の運命とおっしゃいましたね。まさか総統派スコピアムたちと共に銀河連邦に反旗を翻すおつもりですか。カーティス大佐をベラガルフをその手にかけたようにやはり何も分かっておらん。連邦に牙を剥いたのはカーティスの方だ。今や銀河連邦軍の多くが我らの総統の影響下にある。総統派スコピアムはもはや銀河連邦そのものなのだ。これからは総統閣下とスコピアムの力で得た武力で連邦は半島を一気に拡大することだろう。それこそが連邦の、そして銀河に生きる生命の栄光の道なのだ。やるしかない。からそこまでにしろ。予測で踏み込んで切ることになればベグアルド人として黙っていく。わけにはいかないな。勉強を失わせどうだマリオ。あのスコピアムであろう。なぜ相当かかない。アストリアがなきゃこの程度か。乗ってる船の力を自分。バカな相当申し訳。相当とは一体誰なの。連邦の上級将校なの。スコピアムと融合すれば良いではないか。そうすればネットワークには相当の情報が溢れ。ふざけないで。私は死んでも意志は記憶はスコピアムの相当の一部を。読めたか。この個体の情報は喪失した。そんな、なんとかならないの。この施設の中央情報システムならば検索が可能かもしれない。相当派といえどスコピアムだ。可能性は高い。認証に成功。今から必要な情報を検索して取得を行う。少し時間が必要だ。何か手伝えることはありますか。君が。ベグアルドのアンドロイドの規格には適合しないシステムだが、タッチインターフェースを使えるようにした。補助を頼む。承知しました。情報の取得を完了。相当の概念を持つ個体は銀河連邦艦隊司令部の最上級将校であることは判明した。本来存在しないはずの
スコピアムの指導者の概念が生まれたのが15年前。ベネットがスコピアム化した時期と一致する。最上級証拠。一体誰が。こちらレイモンド。兄貴がどうした。なんてこと。レイ、すぐにアルタスに戻れ。星に帰るぞ。兄貴何言ってんだ。こっちは今それどころじゃ。ベグワルド本線に向けて銀河連邦の大艦隊が進行している。すでにベグワルド宇宙軍は星系全域に展開し迎撃態勢を取っている。近隣を航行中の艦艇にも緊急避難命令が発令された。連邦の侵略だ。艦隊総司令官の名はレミントン・カーツマン。連邦切っての高原ぞ。なんだってんだ。宣戦布告もなしにどうして。アントニオ、エレナです。今カーツマンと言いましたか。それがどうした。その男です。え、こちらのデータと照合すると間違いありません。ベネット艦長は15年前惑星ビープスに赴任しています。直上の司令官はレミントン・カーツマン中佐。今は艦隊司令部の司令官です。素晴らしい。おいおい、まさか。ここまで揃えば確定でしょう。まさかって思うけど、信じたくないけど、レミントン司令が相当なのよ。とにかく準備ができたらアルタスに戻ってきてくれ。できるだけ早く出発したい。とりあえずここを出てパラピアムの転送室に向かいましょう。準備しましょう。おい、まさか俺たち変な疑いをかけられたりはしないだろうな。それは大丈夫だ。融合プラントでの出来事は私を通して共有されている。 JJ さん。ああ承知した。すぐに向かおう。それでは皆さん失礼いたします。今何かお話しされていましたか。彼らは融合プラントの調査に急いでいたので情報交換をネットワーク越しに行った。彼らは現場にいた私に実況見分の協力を要請してきた。レーモンド艦長たちはこれから惑星ベグワルドに向かうんだな。ああJJ さんにはJJ さんのするべきことがあるのですね。同胞を守ってくれた君たちに何一つ報いることができず申し訳ない。そんなことはありません。私たちは JJ さんにたくさんのことを教えてもらいました。あなたがいなければスコピアムがどういうものかを理解しようともしないまま戦うことになっていたわ。ベネット艦長の銀河連邦の罪を一つ暴けたのはあなたのおかげです。ありがとうございます。融合していない者たちとも理解し合えるというこの経験はスコピアム全体の進化の一助となるだろう。アルダスクルーのブーンを祈る。いつかまたパラピアムに来ることがあればスコピアムネットワークは君たちを心から歓迎する。さらばだ。
かお元気で。どうしたんです？ベグワルドに攻め込んできてるレミントンはスコピアムとつながってんだろ。でも俺たちまだスコピアムについて知らないことが多すぎると思わないか？レイ、確かにJJさんがついてきてくださると心強いですよね。今みたいに敵のスコピアムと通じ合うこともできるかも。兄貴、発艦準備だけ頼む。新しいクルー候補に上官交渉をしてみる。急げよ、あまり時間はなさそうだからな。ベグワルドでも戦闘が発生する可能性が高いです。しっかりと準備ができ次第アルダスに戻りましょう。よりブリッジ、パラピアムより発艦。来た時のワームホールを逆流して元のセクターに戻れ。ワームホール突破後、最大ワープでベグワルド本線へ急行。了解しました。ブリッジに急ぐぞ。艦長、マリエル、ベラガルフからの通信です。本当？無事だったのか。繋げ。あの状況でよく無事だったな。簡単にやられたりはしないさ。むしろアストリアが君たちを追跡する航路を取ったから、どうしているかと心配していた。アストリアはベネット艦長以下全クルーがスコピアム化し、スコピアムのコロニーを侵略しました。多くの非戦闘員に対して攻撃が加えられたため、やむなく。そうか、
それより大佐、レミントン司令の指揮する艦隊がベグアルドに侵攻しているというのは本当なのですか？本当だ。ベグアルドが反連邦の立場を取り、銀河連邦の権益を妨害しているという理由でな。ふざけやがって。明らかに火は連邦にあるが、司令がなぜこんな暴挙に出たのかわからず、我々も対応が後手に回っているのだ。大佐、レミントン司令はメヌーク星系を攻撃した総統派スコピアムと呼ばれる勢力とつながっています。何だと？場合によっては司令本人がスコピアムとなり、総統派スコピアムを率いる総統である疑いも出ているんです。実はベネットや地球人士官までがスコピアム化していたなどと、連邦始まって以来の一大事だ。しかもそれが15年も前から進んでいたなどと。奴らは同じスコピアム相手でも容赦がない。その上生身の人間と比べてあらゆる能力が向上している。その力を使って連邦の勢力を拡大するつもりなんだろうな。ですがなぜベグアルドなんでしょう？それだ。ベグアルドとは表立って激しく対立していたわけでもない。こんなことをしても他の非加盟惑星の感情を逆なでするだけだ。デューマ、お前がイーダスに乗ることになったのはベグアルドの融合可能性を調査するためだって言ってたな。それで相当派もネットワーク自体には接続しているんだよな。その通りだ。ベグアルドの人々を相当派のスコピアムとして融合するための侵略ということですか？そういうことになるだろうな。行くのだな。故郷の危機だからな。私も仲間を集め、司令の暴挙を連邦側から阻止しようと思う。やってくる連邦艦がレミントン派かそうでないのかはこっちからは区別できない。仲間を連れてくるなら俺が窓口になるから連絡してくれ。承知した。現時点で把握できているレミントン艦隊の動向を送信しておく。できるだけ早く私もベグアルドに向かおう。アルダスの航海の無事を祈る。オーバー。今のデータを加えてワイドレンジスケマティックを出してくれ。この点一つ一つがあのアストリアみたいな巨大な船なのか。こりゃテラヌスを見ただけでロンベルトがブルっちまったのも仕方ないな。敵先遣隊がベグアルドに到達するまで48時間、戦闘開始予想時刻は甘く見積もっても72時間後です。俺たちとベラガルフの位置は？本艦はワープ11でベグアルドに急行中ですが、到着するのは96時間後。ベラガルフも大して変わりません。およそ98時間の位置です。ベラガルフを当てにするには状況が厳しいな。みんな悪いな。ちょっと実家の面倒に付き合ってくれ。あれ、いつもその辺にいるデュマがいないな。レティシアのところか。探してみるか。私はデュマとしてスコピアムへの適合者を探し、適合者が見つかれば融合するよう促す。それが使命だと考えて行動してきた。しかし今回の事件を見ると、スコピアムの理念が正しかったのかどうかわからなくなった。突然どうした？相当派の行動がわからないってこと？元々の理念も含めてだ。確かに融合は生命体の進化の可能性や多様性も大きく広げるが、相当派は明らかに銀河連邦の潜在的な野心に影響を受けて、ついには同じスコピアムすら攻撃する進化の道を取った。我々は進化を標榜しながら、それをあまりに画一的に推し進めすぎていたのだと考える。でもそれは銀河連邦との接触がなかったとしても同じじゃないかしら？その通りだ。これはスコピアムの理念が持つ潜在的な危険性だ。進化を追い求めるがあまり、それが侵略に行き着き、同族にすら危害を加える。つまり
進化の押し付けだ。悩むのは結構だが、答えが出なくても行動しなければならんタイミングはすぐそこだ。お前はこれからどうするんだ？相当派スコピアムの考え方が危険極まりないのは疑いようのない事実だ。私はこれを止めるために行動をする。じゃあその後は？無事相当派を止めることができれば、その後はわからない。終わってから考えることになるだろう。それがいい。ようやくお前が生き物だって実感が湧いた。ま、何とかなるんじゃないか。ベグワルドがどんな状況かわからない。休めるうちに休んどかないとな。部屋に行くか。ベグワルド到着まで少し休むか。少し休んでおくか。まもなくベガールド星系に到着します。激しい戦闘が予想されます。総員、不意の衝撃に備えてください。クソ、ベグワールドは無事だろうな。早くブリッジに行かねえと。状況報告。戦闘専用艦3艦、探査戦闘艦1艦、スコピアム艦2艦がベグワールド中域に侵入。現在ベグワールド艦隊と交戦中です。本艦の位置、主要戦闘区域から約13分です。スケマティック。ベグワールドの方が数が多いんですよね。なんとかなるんじゃありませんか？そう単純じゃない。連邦の戦闘専用艦相手にベグワルド艦隊の防御シールドがどれだけ持つか。あと7分です。クソ、タクティカル、タクティカル展開します。で、あ、今度は何だ。戦闘中域に連邦艦3、スコピアム艦1接近中。2艦は12分の距離です。残り2艦も60分以内。今のアルダスで割って入ってどうにかなる規模じゃないな。ここまで来て撤退するの？いや、ローレンスファミリーを通じてスコピアムの情報を共有したい。戦闘中域を突っ切ってベグワルドに着陸するぞ。無理だよレイ。私、戦場のナビゲーションなんてやったことない。私がメインナビゲーションを代わります。サポートをお願いします。了解。あと3分です。艦長、ベグワルド艦隊から戦闘艦セーディスが離脱。ワープドライブに損傷が発生しています。連邦戦闘艦が2艦追跡を開始。フェイズキャノンを充填してる。撃つ気です。戦闘不能艦を撃墜するなんて。転身しろ。セーディスに救助。不可能です。あの2艦に狙われたらアルダスは一撃で沈みます。くそ。当初の方針を貫徹すべきです。まずは本社に降下。スコピアムと連邦の実態をファミリーと宇宙軍に共有させるしかありません。あら、何これ。どうした。タクティカルを見て。連邦艦艇が2艦戦線を離れているわ。本線の方向に向かってる。たった2艦で何するつもりだ。どんな不意打ちしたって惑星シールドは突破できないぞ。レイ、まもなく通常空間に戻る。方針を確定しろ。戦線から外れた2艦を追跡する。了解だ。通常空間に行こう。距離を保ちつつあの2艦を追跡する。こいつらの行き先は本勢じゃないぞ。このシーン、ベグニスだ。狙いはベグニスの紋章動力ということですか。だな。全速で追うぞ。宇宙軍にも緊急通報。正面の艦隊は陽動だ。すでに全速ですが追いつけません。20分は遅れます。宇宙軍からの反応はないのか。艦長、ベグニスからの通信です。宇宙軍ではないようだけど。繋げ。親父。え、クソガキども、無事だったか。親父、手短に言う。正面の艦隊は陽動だ。敵の目的はベグニスの開闢岩穴だ。
戦闘艦が2艦ベグニスに向かってる。せわしねえな。ベグニスにだって防衛艦隊は常駐してる。連邦艦艇ごときがたった2艦、帰り討ちにしてやるよ。ラウル・ローレンスさん、私は銀河連邦所属マリエル・エル・ケニー中尉です。ご子息の忠告を聞き入れてください。現在迫っている連邦艦隊は艦隊司令部の指揮を離れたボートです。常識は通用しません。なんでアルダスにケニーの門が乗ってんだ。それだけいろいろあったんだ親父。宇宙軍に俺たちの持っているデータを共有するよう働きかけてくれ。奴らはスコピアムは普通じゃないんだ。連邦艦確認、検討降下されました。バカだ、惑星シールドを突破されたのか。なんだあの近く。セキュリティ、正面を固めろ。確かに一筋縄じゃいかねえみてえだな。ベグニス防衛司令は馴染みだ。データを送ってこい、根回ししてやる。だがお前らはとっとと避難しろ。親父、戦闘艦相手にアルダスで乗り込んできて何ができる。お前らは早く戦闘中域を離脱して自分の命を守れ。いいな、オーバー。ラウルの判断は正しいと思います。アルダスが撃沈されれば全てが無意味になります。見つかっちまったのか。いや、レミントン艦隊なら不意打ち上等だろう。繋いでくれ。わかりました、スクリーン出ます。こちらは銀河連邦所属艦 GFSS1007T カルナス、艦長のルカ・マーベリックだ。マーベリック提督、何の用だ。降伏勧告か。おっと、謝らないでくれ。カーティスから話を聞いてきたといえば分かってもらえるか。ベグアルドを侵略しているレミントンの艦隊を止めるために、カルナスと新鋭戦闘艦1艦が最大速度でベグアルドに向かっている。あと40分ほどで到着できる。それまで持たせられるか。ベグアルド艦隊はギリギリ持つだろう。だが別動隊がベグニスに降下していて、すでに市街地や民間人にも被害が出ている。別動隊か、そちらに援護は必要か。不要だ、俺たちでやる。任せられるか。なんとかするさ。すまない、レミントンの行いと連邦の不甲斐なさは詫びのしようもない。詫びはきちんと形にしてくれりゃそれでいい。分かった、共に生き残ろう。オーバー。祖父と一緒に連邦秩序の維持に力を尽くしてこられた方よ、信頼できるわ。分かった、本星防衛は宇宙軍とマーベリック提督に任せよう。俺たちはベグニスに降下する。親父を助けに行くぞ。了解です、ローレンスロジスティクス本社に降下しましょう。止められるかと思ったぜ。ラウルもレイとアントニオが素直に言うことを聞くとは思っていませんよ。なら期待に応えてやらないとな。兄貴、俺たちは降下する。俺たちを降ろしたらベグニスから離脱してくれ。言われなくてもそのつもりだ。戦闘艦2艦とにらめっこしてられるか。レイ、悪いな、手借りるぜ。最初からそのつもりだ。レイたちの故郷を助ける戦いならやるっきゃないでしょ。その通り、お主の戦いは我々の戦いでもある。エレナをメンテナンスする契約はまだ生きてるからな。ありがとな。それじゃあ行こう。よし、もう準備は完璧だな。転送室からベグニスに向かうぞ。基盤だ。行きましょう。ああ、うん、地元民だ。人の土地を踏み荒らすんじゃねえ。耐えてみな。発動停止。撃ち取ったり。手が荒いか。
よくもこの俺のお膝元で好き勝手やりやがったな。あ、待て待て親父、俺だ。うん、レイカ、いつになったら親の言うこと聞くようになるんだこの野郎は。よく生きて帰ってきた、それだけは褒めてやる。ああ、エレナ、こいつらの狙いは何だ。紋章動力の秘密を暴きに来たものと思われます。ベグアルド本性の防衛艦隊が相手にしている連邦艦隊は陽動です。根拠は。ベグニスにはスコピアムと融合した連邦士官が大勢降下しています。敵の主力と推察されます。スコピアムってのが何だかわからんが。なるほど、ずいぶん前から奴ら紋章動力欲しさにベグアルドに連邦加盟を迫ってきてたが、いよいよプッツン来ちまったってことが。おれ、なんだよ。そういう大事なことは事前に報告しろっていつも言ってるだろ。データ送っただろ。防衛基地司令に読んどけってぶん投げただけだ。俺は会社を守らなきゃならんからな。おいおい、エレナ。ってことは、奴らの作戦目標は、ベグニス紋章記念館だな。おそらくは。そのスコピアムって奴らに関して、今お前らが一番詳しいと思っていいな。もちろんだ。よし。じゃあ、紋章記念館の防衛はお前に任せる。ベグニス駐留軍と死刑にも話は通しておく。商売させてもらってる町を守れ。いいね。わかった。任せろ。いい顔だ。油断するな。全部片付いたらお前のたちをうちに連れてこい。みんなで飲もうぜ。はあ。